YouTube をご覧の皆様こんにちは。フレックスアイス三重大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車こちらになります。はい、こちらのお車ですね、トヨタハイエース版スーパージールダークプライム2、そしてディーゼルの4駆、こちらのお車ご紹介させていただきます。では早速メーカーオプションの方からご説明させていただきます。はい、まず1点、トヨタセーフティセンス、そしてパノラミックビューモニターのカメラ、パーキングサポートブレーキ、インテリジェントクリアランスソナー、LED ヘッドライト、LED フォグランプ、こちらはすべてこちらの車両装備しております。で、カスタム内容ですね。こちら、トヨタ純正 TRD のオフロードスポイラー、デイライト付きのもの、こちらのバンパー取り付けしております。はい、でこちらの車両4クラシック純正車高の仕上げとなっております。でこちらがフレックスオリジナルのオーバーフェンダーマットブラック塗装しております。でタイヤホイールなんですけれども、ホイールこちらネクサストレイルですね、あのフレックスオリジナルの新作のアルミホイールとなっております。でタイヤは東洋のオープンカントリー RT タイヤ、こちら16インチセットであの取り付けの方を行っております。はい、でリアのメーカーオプションですね、一番上こちらデジタルインナーミラーのカメラこちらにございます。でフロントと同様にリアにもパーキングサポートブレーキが4箇所ついております。はい、ではこちらの車両の荷室の方をご紹介させていただきます。はい、まずドドンと目に入るのはフレックスオリジナルのベッドキットタイプ2ですね。フラットモデルで4枚分割式で、こんな感じでカポッと簡単に外せることできます。で高さが5段階調整できるものとなっております。でこちらの車両なんですけれども、2列目の足元から一番後ろこちらまでなんとフローリング施工ですねしております。はい、でリアゲートイージークローザーついております。でこちらのお車両側手動で小窓付きのスライドドアとなっております。はい、で先ほどもご紹介しましたフローリングですが、もうここの前まで来ております。はい、でフロントのナビアルパイン11インチのナビ取り付けております。でこちらメーカーオプションのパノラミックビューモニターですね。でこちらもメーカーオプションデジタルインナーミラーとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。内装のあのアルパインビッグ X、 そしてフローリング施工ベッドキットで、外装も新作ホイール、こんな感じのあのとてもかっこいいお車仕上がりましたので、気になった方はぜひ当店の方までご来場お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。